ト皆さんこんにちは、今日も、男と靴を磨き上げろということで、靴を磨いていきたいなと思っております。前回、番外編で、カレーを作ったりですね、全く、靴には関係ないんですけども、どこを磨き上げるという観点で言えば、男のカレーという、作りました。今回は、番外編ということはなく、僕の靴をですね、ただただ磨く動画ということで、ちょっと、今日用意した靴なんですけども、ジャンプ、これわかります？このセミブローグの、チーニーです。チーニーの、ウィルフレッドっていう、キャップトゥーのメダル、セミブローグのキャップトゥーっていう、結構ドレッシーな靴で、クラシック感のある、僕が好きそうなというか、好きで履いてる靴なんですけども、これをですね今日は、磨いていきたいなと思います。そしてですね、後半、磨きの動画を、入れるんですけども、前半、恒例の、最初のジャブ程度のことなんですけども、アビーを探せってことですね。この動画の中で、今アビーが隠れてるんですけども、隠れてるって言ってももう一箇所しかないんですけども、この中にいるんで、ぜひ、探してもらえたらなと思いますんで、アビーはですね、神出鬼没で結構いろんなとこに隠れているんですけども、もう皆さんお気づきだと思うんですけど、ここですね、最初隠れすぎてても全く見えない状況だったんですけど、ちょっとヒントというかひょっこりはんっていう形で出てきまして、これがアビーデザースです。今日は出番なしで、これで登場終了となります。ですね、こんな感じですね。ゆるく、靴磨きに対してですね、興味を持ってもらえたらなと思っておりますんで、早速動画の方、行きたいなと、磨きですね、やっていきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。それでは実際磨いていきたいなと思います。今日使用する道具なんですけども、一応ブラシ3つと、ワックスクリーナーと、乳化成クリームとワックスを使用します。リップフェイスローションも使用します。じゃあ早速やっていきたいなと思います。まず、紐をですね、取っていきたいなと思います。最後にはまた紐を通すんで、最終のここだけは、残した形で全て取り切らずですね、こういう形で、残しておきます。もちろん、取って、やっていいんですけども、最後ここに紐を通す際にちょっと付箋する可能性もあるんで、僕はもう外さない状態でそのままやります。
こんな感じで磨いていきたいと思います。まずはチェリーやホコリを落とすのに、馬のブラシで、馬毛ブラシで磨いていきたいと思います。全面かける、まあ、軽くさっとかける程度で、小葉に入っているチリやホコリ、もしくは、こういうあれですね、羽の裏に入っている結構、チリホコリたまりやすいんで、その辺をさっと落としていきました。はい、そんなに時間かける必要はないんで、さっと、スナップを効かしてですね、こう払い落とす感じで、結構です。で、次にですね、まあ、ちょっと古いワックスとかも、ね、出たりするんで、その辺は、固形のですね、クリーナーというかワックスクリーナーで落とすっていうのを、ちょっとですね、ワックスを浮かすというか、古く残ったものって結構固く固着してる場合があるので、まあ、乗せすぎてない限りは軽く落とすだけで十分なんですけども、結構ね、僕は入念にというか完全に落とし切るっていうわけじゃないんですけども、しっかりというかワックスクリーナーというか、まあ、全面にというかかけたワックスをかけてる、まあ、ヒールカップだったりというのところに関してはまんべんなくかけてあります。あんまり強くしすぎると地が痛むんで、その辺の具合は、ちょっと気をつけてですね。こういう感じで表面の硬いワックスを落としました。はい、次にですね、水性のローションで今浮かしたやつを落とすようなイメージで拭いてあげる感じですね。これに関してはワックスの部分以外のところでも、しっかり落としてあげるといいですね。今回はもうシューツリーは使用しないんで、結構、まあ、手を入れたりしていろんな方向に傾けて、やりやすい方向で磨くっていうのが一番いいんで、まあ、ちょっと見にくいかもわかんないですけどね、こんな感じで落としていっています。これも全体的に、まあ、2往復ぐらいやるというのかなと、個人的にはそんな感じです。もともとそんなにワックスとかクリームがベタベタに乗ってるわけじゃないんで、まあ
軽く落としてあげるぐらいで、この靴に関してはいいのかなと思います。結構バンプの部分もちょっと手術で入れてないんで凹んだりするんですけど、まあ、軽くやってあげるといい感じです。感じで、汚れ落としに関しては、まあ、もっと汚れてたりとかすると、事細かくというか何周にもかけて、落とすんですけれども、まあ、わりかし綺麗に、あんまり履いてるっていうよりかは、まあ、ほぼほぼプレメンテに近いような形なので、まあ、このぐらいで汚れ落としというか、まあ、表面に残ったワックスを落とすっていうような感じなんで、まあ、これで OK かなと思います。でもちろんこういう履き際のところに関しては、硬くなりやすくひび割れもなりやすいんで、まあ、状況によってはデリケートクリーム入れたりしてあげると、革にとっては、いい状態を保てるのかなと思います。はい、次にですね、クリームを入れていきたいなと思います。で、コバのところに関してはこれクリームなんですけども、ダークブラウン、これは油性なんで、コバのところには、着色も込み込みで、もちろんその小刃のところがエッジ立ってたりとすると紙やすりで、まあ、僕は400番ぐらい使って結構粗めなやつで落としたりするので、ちょっとエッジが立ってるなと思った場合は、紙やすりで落とした後に、小刃のクリームというか、まあ、補色も込みでやってやるといいですね。それと油性のクリームを、まあ、革のとこに入れてあげたらもちろんいいんですけども、今日は、乳化性のクリーム入れていきたいと思います。こんな感じで、コバも、きれいにやっていきます。そしてこれがさっき言った乳化性のクリーム、結構メダこういう靴はメダリオンが、あるんで、この間にあのクリームが入りすぎちゃったり、もちろんワックスも入り込んでしまって目詰まりするっていうのは結構あると思うんで、その点気をつけつつ、まあ最悪入った場合、まあ、ブタ毛ブラシとかで押さえで取ってあげるっていうのもありなんで、まあ最初はもう目詰まりしないように気をつけてもらうっていうので、ほんのにちょっとだけちょっと取ってちょっと塗り込む
う行為を、続けます。ちょっと今回暗めに仕上げたいんで、暗いブラウンというかディープブラウンのような色を入れていきます。取る量は少量なんですけども、僕はあの、結構少量でもあの擦り込むというか、本当に毛穴に押し込むっていうようなイメージは持ちつつ、ソフトタッチも入れつつっていうちょっと難しいような力の入れ具合でやってます。表面で混ぜてるだけだと毛穴にしっかり入りにくいんで、後々ぶた揚げで毛穴に押し込むような形はあるんですけども、結構この時点でこう擦り込むようなイメージで入れてますね。ただ、取る量は本当に少量を取って、重ねる感じで均一にですね、まだ1箇所だけが濃いっていうのは避けたいので、均一にまんべんなく塗っていってます。
な感じでブタ毛でブラッシングしました。まあ、この時点である程度というか全体的なツヤ感がここで出てきます。で、まあ、少量ずつ塗ったんですけども、まあ、取りきれないというかブラシで、残っちゃった、クリームはですね軽く落としていきます。こんな感じで、これで空拭きが終了です。ここで、ここまでだいたい20分もかかってないんですけど、まあ、ゆっくりというかしっかり入れてあげると、このぐらいかけてやります。で、まあ、最終工程ですね、まあ、通常の靴のケアとしてはもうこの時点でしっかりクリームが入ってるんで、シューケアとしてはもうこの状態で十分かなと思います。で最後に、ワックスを塗っていきたいなと思います。今回は、ダークブラウンのサフィールのダークブラウンを使用します。でまあ、ちょっと段取りがあるんですけども、まずは下塗り、下地を作ります。
かり均一に塗り伸ばすというか、定着させるっていうようなイメージでしっかり擦り込むっていうよりかは塗り重ねるっていうような感覚に近いと思うんですけども、そういう感じで何層も何層も、下地の層を作っていきます。ビカビカにっていうよりかは、ギラッとまでいくとちょっと、靴の雰囲気というかあれが崩れちゃうんで、徐々に徐々に、バンプに向かって、落としていくというか、頂点はやっぱり輝きの頂点としては今塗ってる、つま先の部分が一番、そこから徐々に徐々に落としていくっていうようなイメージで塗り重ねていきます。なのでスタートの取ってからのスタートは、まあ、必然的に先頭に来る回数が多くなります。でここにここのキャップトゥーの境目の手前ぐらい、ここにはもう直接は基本的には僕は塗りません。ここで取ったものを塗り広げて残りをここに乗せるっていうような、残りをあくまでも残りをここに使うっていうようなイメージでやってます。まあ、そうすることによって徐々にグラデーションというか光る具合が、順番通りにというかなるんで綺麗に仕上がるなと個人的にはそう思ってます。
応下地は完成しました。でこっからですね、水を使って、ワックスと反発させてですね、表面磨きというお化粧をやっていきたいなと思います。ある程度もう、乗ってるんでワックス自体はもう本当に少量ずつ取って水で反発させてですね、輝かせていくっていうような、作業工程です。で、まあ、水の取る量も、そんなに多くなくてハンドラップでもちょっとよく500円玉っていう表現があるんですが、まあまあまさにそのぐらいで、ハンドラップで取って全体的になじませるっていうのはちょっと叩いてあげるという形で、でやっていきます。取る量も本当に少量ちょっと取ってあげて塗り重ねます。ここであんまり強くやりすぎると、下地のワックスが、崩れてしまうんでそこまで強くなくて本当に擦るというよりかは、伸ばすようなイメージの方が近いですね。
じで、ワックス掛けを終えました。まあ、トゥーのとこと、トゥーのとこと、ヒールカップのところにもしっかり、ワックスを乗っけてます。まあ、芯材入ってる、トゥーのとこと、ヒールカップのとこには、ワックスを入れてあげると、より、ドレッシーな、でクラシックな感じが出てきます。で最後に、ヤギ毛ブラシでワックス自体を少しほんの少しなんですけども、全体的に伸ばしていきます。そうすることによって、自然な仕上がりというか、見栄え的にも、全体的に輝いて見えるようになります、まあ、ぼかすっていうようなワックスとワックスを塗ってない境界線を徐々にぼかすっていうようなイメージがいいかなと思います。程度その全体的な光沢感の統一感が生まれます。そして最後に、水で空拭きをします。まあ、今ちょっとヤギ毛で表面仕上げしたところが、ちょっと線が入って曇ってるんで、その部分を少し、クリアにしてあげます。分岐しかけるんじゃなくて、取った水を少量つけてですね、全体的に光沢を取り戻すというか仕上げます。ちょっと今日シューキーパー使わなかったんで、ちょっとやりづらい靴の持ち方だったり、あんまり力の入れ具合がうまいこと言ってないんですけども、まあそういう時はまあ手を入れて、しっかり自分のところに寄せつつ磨いてあげると、結構綺麗に仕上がります。水の仕上げも終わりました。で最後に、靴紐を入れていきます。
完成です。で、まあ、今日の磨きは、トゥーのとことヒールカップを、仕上げて、鏡面磨きしました。まあ色をもっと濃くしたかったり、ところどころ色を変えたいっていう場合はクリームの色を、混ぜてもいけるんで、そういった具合はちょっと調整しつつ、あと輝きもですね、これも見てわかると思うんですけど、完全にギラッとしてるっていうよりかはちょっとじんわり光ってるっていうような感じで、よりクラシック感を引き立たせる、磨きにしてます。そうですね、あんまりこの部分、キャップトゥーのところの境目まで綺麗にこの部分を鏡面ピカピカにするとちょっと違和感が出てくるんで、やっぱりつま先から徐々に落としていく、光を落としていくっていうような磨きをすると、仕上がりとしては綺麗に仕上がるのかなと思います。ぜひですね、初心者の方も今から始めたいっていう靴磨きに興味持ってくださる方がいればですね、ぜひ参考にしてもらって、綺麗な磨きっていうのを、どんどん磨き、自分の腕を磨いてですね、もっとレベルアップしていけるんじゃないかなと思いますね。僕自身も、いろいろ考えつつ、考えながらどうやったら綺麗に見えるのかなっていうのを、考えつつ、いろんな方のやり方を取り入れて聞いて勉強して、するように、自分のレベルアップに、つなげています。そんな感じで初心者の入門編の方も、必ずできますんで、こういう磨きしたいなっていう目標をまず持ってですね、取り組んでもらえたら、嬉しいです。はい、こんな感じで、今日のチーニーウィルフレッドは、こんな感じで仕上げられましたっていう、見えますかね、なんかちょっと見づらい終わりなんですけど、結構ね、スーツグレーとか、もちろんブラウン、ネイビーの靴にも合わせてスーツに合わせるとめちゃくちゃかっこいいなっていうのが、このチーニーのセミグローブになってますんで、よかったら皆さんも、履いてみてください。